こんにちは、ライムです。ということで今回はリリース100日記念優勝限定ガチャは果たして回すべきなのか解説。はい。ということでね、今回ね、リリース記念ということで、前回77日記念みたいなやつあったと思うんだよね。で、それとはまた違って100日記念というものが出ました。で、こっちは優勝ガチャなんだけど、上のね、こっちの無料ガチャの方は、これはもう全ユーザーもちろん関係なく全員引けるんで、これは間違いなく引きましょうということなんです。ちょっとごめん、試しに一発こっち無料ガチャの方引いてみていい？せっかくだから動画で引こうと思って。まあ、こっちはいいんだよ。ただ、もちろん、こっちは星5確定とかそういったものはないんで、まあ、ね、全然、ゴミの可能性は全然あるんだけど、これでクラウドさんが弾いてくれたら、マジ、動画のために撮っておいてよかったぜってなるんだけど、さあ、どうだ？受け止めんなよ！ああ、ダメウドはい、ダメウド来世からやり直せ。はい、おい、クソゴミはい、ダメうどん。これはひどいまあね、これが現実なわけだよね、結局。これが現実。まあ、ある意味での、まあ、落差になるか、この後説明するガチャのね、落差になるかなと思うんだけど、ひでえな。マジでゴミ。マジでクソウド。はい。マジでほんと人生やり直してほしい。はい。でだ。まあ上はね、見ての通りのゴミの可能性がめちゃくちゃあるわけですよ。ところが、今回のこのリリース100日記念は、出現する武器すべて星4以上。さらに10枠目は星5確定。っていうことなんだね。ただ、まあとは言っても、これ一体ね、石何個 ?3000 個。3000個必要なわけです、これ。1回引くのに。1回引くのにね。レッドクリスタル限定なんで、青石じゃダメです。もう完全に課金石じゃないと、回せないガチャということになってて。で、こちらは星5確定枠が1枠のみとなり、10回目が星5確定枠として実行されるということですね。で、重要なのは提供割合なわけだよね。この、まあ、星5確定は分かったと。1つね、出ると。じゃあ他の9枠についてはどうなのかと見ていくと、こちら、レアリティ星5がなんと提供割合 7.5%。いつもと変わんねえじゃねえかっていうね、ことなんです。で、あとその他の9枠については星4が全て確定してるんで、さっきの、ね、青い海、ブルーオーシャンが広がっているわけではないんだよね。なので、まあ、最低でもパープルオーシャンの中に1つね、金に光るものが入ってるということになるわけですが、これをね、どう考えるかなんだよ。でもちろん、星5確定枠に関しては、これどこまで入ってんだろうな、ラインナップ。あ、聖火のグローブまで入ってんだね。もう最新のラインナップ取り揃えておりますみたいな感じになってるんで、ワンチャンまた聖火のグローブ、ここで狙える可能性も一応ある。まあ、1% だけど。ってことなんだよね。で、これはもう結論言ってしまうと、ドスルーだね。ドスルーで、ちょっと高いよね。前回のほら、77日記念だかブラックフライデーだか忘れたけど、その時は1500で引けた気がするんだよね。だったから、ああ、安いね、これ。絶対これ引いた方がいいっしょ、みたいな話になったんだけど、3000個使って星5一枠確定はちょっと高いかな。って思っちゃうな。ウィッシュリストないし。何かね、新武器のピックアップがされてるわけでも、ウェアが入ってるわけでもないので、俺はさすがにね、歴戦の課金者である私もスルーかなと思っております。ので、まあ、これ引く人いないよね、さすがにね。さすがにみんな騙されないんじゃないかなと思うんですけど、俺はスルーでいいと思う。はい。まあ、そんだけの動画なんですけどね。また、ちょっとこの後バハムート、ベリーハードとりあえず倒したんだけど、ベリーハード倒したんだけどさ、ちょっと僕のパーティーだと大人げなさすぎるので、ちょっと低戦力動画考えてるんですけど、ちょっとさ、僕の突状況からいくと、逆にその難しくなっちゃってんだよね。あれが。低戦力で倒すっていうことが。7割まで削ったんだけど、さっき、推奨戦力低いパーティーで削ったんだけど、そこから削るにはもうちょい火力上げるしかない感じが、雰囲気があるんだけどさ。まあ、あるいは、もうちょっと粘ってみるけど、うん。まあ、ちょっとその後の、メガフレア2回目耐えてからのその後がどれぐらい猶予あるのか何とも言えないところなので、ちょっとそこら辺粘ってみないと何とも言えないんだけど、もう少し火力必要かもなとも思ってて、多分さすがにこのベリーハードクラスになってくる、推奨戦力20万クラスになってくると、まあ、属性武器の、6突ぐらいは、1本ぐらいは必要になってくんのかなっていう雰囲気があるかも。とりあえず今僕がね、今低戦力動画で頑張ってるのは、マテリアで殴るっていう方法、ひたすら、もう、アビリティで殴るっていうことはせず、もうマテリアで倒そうと、なんとか。で、頑張ってんだけど、ちょっと、もしかしたら、ここ、もう、ね、ラムーまではいけたけど、バハムートクラスになってくると、ちょっとそれもむずいかなっていう。まあ、こっちのハードだったら全然マテリアだけでいけると思うんだよ。ただまあ、ベリーハードクラスになってくると、まあやってみた感触ね。まあ、あるいは、その、一突であっても、その属性威力アップとか、あと、物理攻撃アビリティアップとかね、そういうライズアビリティがしっかりしてれば、みたいな可能性も感じなくはないんだけど、まあ、そこまでやっちゃうとまたね、例によって参考にならないとかっていうね、方もどんどん増えてきてしまうので、まあ、なんとかマテリアだけでいけないかなとは模索中です。その模索が解けた時にはきっと、バハムートの試練、ベリーハード、マテリアだけで倒してみたっていうね、動画がアップされるかなと思うんだけど、まあもちろんマテリアっていうか、あれは必要だけどね、当然、魔鋼デバフとか、仏鋼デバフとか、あと、ね、仏防バフか、みたいな、そういったものは当然必要になってくるとは思うんだけど、まあね、そういった、例えばもう大人げない、貫突武器でやったよみたいなことはしたくないので、そこはちょっと頑張ってる。まあさすがに、下の EX1 とか EX2 は、それらはないと無理だと思うけどね、ベリーハードをやった感触からいくと、まだ EX1、EX2 はまだ触ってすらないけど、まあ、確実にそんな感じがするんで、ちょっとね、これ確かに過去一むずいわ。今までの召喚獣で一番強いなっていう感じはあるんで、まあちょっとその辺のね、攻略動画も頑張りたいと思いますので、ご興味ありがたいよろしくお願いします。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。